ともに明治の陣五郎こと桜井星国新作による貴重なジグルマを平成26年忠岡道後町より購入しました。盛上東盛上においてジグルマ製作優勝大工田中隆二氏堀氏山本中信氏のもと腰回り見送りの振り物を残し大改修していただき、平成28年この素晴らしいジグルマが完成しました。主な振り物は正面泥幕静ヶ滝の合戦、福島市松正則の優先、後ろレンジには山本中信氏による難波戦記真田幸村本田出雲の神忠友一騎打ち進ぎの隼人徳川本陣討ち入りなどが描かれており、屋根周りは神話物縁起物で統一されています。東盛上各種団体団結調和を目標に他町に負けぬ栄光をしてまいります。いたしました。主な彫り物には正面泥幕に川中島の合戦龍虎相打つ、見送り上段には本能寺の変、下段には大阪夏の陣です。欄干は総国丹で遠くからでも一目で盛り上げ帳と分かります。毎年8月に雨乞い厄除け祈願として八田神社の境内に多数のろうそくを灯す千飛びという行事を先代から受け継ぎ行っています。今年もだんじり祭りができることに心から感謝し、その喜びを全員が一丸となって体現します。盛上町らしいキレのあるシャープで豪快なやり回しを随所で決めたいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。平成21年に新調されました。総割付の二重ハーフ扇たるぎ細工や森林細工が施された自慢のだんじりは、いにしえよりの神代の物語から一致団結して国難を乗り切る健康の場面を題材にした見事な彫刻で埋め尽くされています。今年もパレードコースを元気いっぱい駆け回りますので、たくさんのご声援よろしくお願いいたします。
番目は半田北町です。半田北町の自治会は緊急事態や災害に備え、道路拡張など安全な街づくりに努めてきました。そんな生まれ変わった町に平成17年新町団釣りが完成いたしました。制作者吉留工務店、彫刻師岸田恭司氏による見事な彫刻は、虎幕には石山本願寺大合戦、本能寺の戦い、見送りには豊臣秀吉を中心に静ヶ岳の合戦、七本槍と勇壮な戦国絵巻が見事に再現されています。高さ 3.9 メートル、長さ 4.3 メートル、重さ5トンの大迫力のだんじりを青年団と各種団体が一丸となって引き回します。伝統ある半田北町の優秀な祭りをご覧ください。